Buongiorno. Oggi sono a stazione Termini. Vi faccio vedere come si fa a arrivare Bocca della Verità. 皆様おはようございます。今日私は超有名な悪名高いというかローマテルミニ駅に来ています。私も朝電車を着いた時からこうやってカバンを抱えてちょっと怖いですけれども、最近すごくスリが多いことで知られていますので、皆さんテルミニ駅に着く際はお荷物気をつけてくださいね。今日はですね、このテルミニ駅からローマといえば有名な真実の口がありますよね、ボッカデラベリタ。ちょっと行きにくいところなので、このテルミニ駅からの行き方をご紹介したいと思います。今ね、私が待っているのがここバス170番というのに乗ります。結構駅からずっと歩いてきてもバス停の奥ら辺です。見えますでしょうか、ちょうどローマ法王パオロ2世の銅像の見えるところ。ここからチケットを、もともと私駅のタバコ屋さんで買いました。行きは 1.5 ユーロ、帰り 1.5 ユーロ3ユーロで真実の口にご案内します。それでは行ってきます。今超いっぱいの状態のバスに乗っています。このチケット 1.5 ユーロで100分可能なんですけれども、今ちょうどローマテルミニを出発しました。でもですね、皆様、タクシーは混んでるし、バスはこんなに混んでるし、結構ローマで公共機関で移動するのは大変です。でも時間に余裕を持って行けばなんとかなります。私はすっごい早く乗ったので20分ほど待ちましたが出発しました。それではやっとバスに乗りまして、本当は170番と言ってましたが170が全然来ないので、バスの運転手さんに H に乗っても近くに行けるよと言って、 H というバスに乗ってきたのが、じゃじゃーん、こちらが真実の口のある教会です。教会の前にはですね、ここフォロ・ボアーリオ、ボアーリオっていうのはですね、もともとベスティアメ、要は家畜が売買されていたという市場があったところなんです。そこに残っているロトンドという神殿、ここに残っている、ローマはどこ行っても遺跡がたくさんですね。それではこちらの真実の口の教会、サンタマリア・イン・コスメディンにご案内したいと思います。すっごい並んでそう。行ってきます。さて、ここがサンタマリア・イン・コスメディン教会、ピアッツァ・デラ・ボッカ・デラ・ベリタ、イタリア語でボッカ、真実のこと。見てください。実はですね、ここの教会なんですけれども、教会の入り口の側にあるのが真実の口です。今日もちろん7月の中頃なんですけれども、開いてるのが9時半から17時50分サンタマリア・イン・コスメディン教会。もうオープン前から行列ができていまして、もうここは予約もすることができないので、このような行列にも1時間は待たないかな、並んで中に入ることができます。見てください、私今外を並びながら見ていますが、こうやって一瞬真実の口の手に入れて一人ワンショットで撮影するというのに並びます。なので本当に一瞬なので、結構早くは行くのかなという感じですが、団体客とかがいるとなかなか進めませんよ。やっとこのキオストロ、回廊の下に入ってこれましたが、約ここまで15分
並びました。でもだんだんと人は前に行くので、まあ約1時間は見なくても、混んでいてもこうやって40分ぐらいあれば教会も全部見れるかなという感じです。私が来たのもすごいピーク時間に来たのですね。よくよく見たら、私これ動画で4年前にやっていましたが、相変わらずこの行列です。さて、ここではいつものようにおそらくお賽銭を渡して、ヒュッと本当に 2,3 秒写真を撮っておしまいという感じです。もうちょっとです。頑張りましょう。で、ようやく待つこと40分ですね。40分、30分かな。私の番が近づいてきました。ここに日本でも献金をお願いいたします。書いてある、昔はなんか1人50セントとかいう金額は書いてあったんですが、ないので私も適当に細かいお金を入れます。そして守衛さんが優しいと取ってくれてます。私もお願いしようと思います。さて、次が私の番になりそうです。もうちょっとしか写真が撮れないので、もうビデオとそして写真を撮りたいと思います。さて、あと私の番になりました。ここでじゃじゃん、手を入れましたが、もう一回撮ってもらいます。新宿の街で写真を撮ったら教会の中に入れます。サンタマリアのコスメリン教会、ロマネスク様式の大変美しい教会で、なんとこのコズマテスコオリジナルの化学模様のモザイクや美しいフレスコ画が見れます。なんだか真実の口とは全く入れ替わって、とても神聖な本日の口の出口には、このお土産物屋さんがあります。なんて出来損ないのようなものだろうと思いますが。